それでは何色くんか塩田の願いか塩田の皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。この居留地合唱祭に、我々726願い合唱団を呼んでいただきまして誠にありがとうございます。先ほどの司会の方がですね、数字を間違われてましたけども、皆さんこのねパンフレットをご覧になって726願い合唱団、これどんな意味だろう、何の数字だろうと皆さん疑問に思われたんじゃないかと思います。我々の T シャツにもですね726という数字が刻まれているんですけども、この726というのは、ある一人の少年の命日です。今からですね7年前になるんですけども、こちらにいます、メンバーの一人吉田由美さんの、お子さんですね、当時6歳だった優君という少年がですね、不幸な水難事故に遭いまして亡くなってしまいました。それからしばらく、由美さん当然ショックで立ち直れなかったんですけども、今元気に、ね、立ち直って、こちら周りのメンバーからも支えられながら、一生懸命頑張っています。先ほども紹介がありましたけども、この726願い合唱団というのはその優君が、7回忌を迎える時にですね、その追悼ミサでみんなで一緒に歌おうということで結成をしました。ちょうど1年半前に結成をしまして、まあ、週1回から週2回の練習を繰り返してきまして、ここに参加されているメンバーの皆さんと比べるとまだまだ未熟でですね、技術は拙いとは思いますけども、合唱は声を合わせるんじゃなくて心を合わせるんだと思います。我々ですね合唱団結成してずっと、歌を合わせるだけじゃなくて一緒に遊びに行ってピクニックに行って、飲みに行って騒いで、ずっと過ごしてきた家族みたいなものですので、その皆さんこのメンバーのですね、声の、ハモリーをですね、ぜひお届けしたいと思います。それでは726願い合唱団1曲目は、ゆうくんがですね大好きだった曲、アニメ天空の城ラピュタのテーマソングでもあります君を乗せてをお送りします。Thank you.
先ほど紹介しました吉田美さん、ずっと塞ぎ込んでました。でも立ち直るきっかけがありました。それはですね、その少年ゆうくんの同級生が家に遊びに来た時の話です。ゆみさんはですね、ゆうくんの部屋を亡くなった当時のまま、ね、いろんな洋服、おもちゃきれいに飾って、で、その時のままの状態を残してたんです。すると同級生の小学生がですね、ママ、おばちゃんと、ね、僕らもうランドセル買ったんだよ、だからゆうくんのランドセルも変えないといけないよ、一歩前に踏み出そう、そういう言葉を受けてハッと思い立ってですね、で、ゆうくんと共に歩んでいこうという気持ちになりました。でその気持ちを込めてひまわりを描くというですね、一冊の本を書きました。そのゆうくんが亡くなる前の生まれてからの、楽しかった時間で、亡くなった後悲しかった時間、そして立ち直っていく時間を一冊の本にまとめました。でその本をですね、長崎県出身の、歌手のですね、上奥舞子さんという方がその本を読んで感動をしまして、一つの歌を作ります。それがですね、願いという歌を作りました。で、この願いという曲はですね、つい最近まで、NIB の朝地下 Z のテーマソングで使われておりますので、ひょっとしたら皆さん耳に聞いたことがある曲かもしれません。で実は今日はですね、東京の方から、その願いの歌を歌ってらっしゃいます上奥舞子さん本人が来てます。今日歌と一緒に、この後、おくんち広場で開かれている、長崎食べて飲んでみんな祭の方でもライブを開かれます。もし時間がある方はですね、あの何時からですか？すみません、宣伝忘れて7時半からでございます。皆さんもしよかったらお立ち寄りください。ね、よかったら、お聞きいただければと思います。その、願いをですね、歌うという目的で、我々726願い合唱団が結成されました。今から1年半前なんですけれども、それからですね、そのゆうくんの追悼コンサート、そして、ゆうくんの、お誕生日に教会でコンサートをさせていただきました。そして、この大事なメンバーのですね、結婚式で2回披露をさせていただきました。そして、NBC ラジオのですね、飛び出せ集まれ団塊フレンズと、まあ、この皆さんも聞いたことあるじゃないかな、その番組の中でも一度生放送で歌わせていただきまして、今日6回目のステージになります。まだまだですね、緊張がほぐれてないですけども、一生懸命歌います。でこちら、それではですね、この726願い合唱団を結成するきっかけになったの吉川由美さんの方からですね、今日にかける思いとか一言いただければと思います。皆さんこんにちは。本当ですね、これから歌うわけですけれども、皆さんも、大切な家族と別れとか、ご病気で戦っている方とか、お友達、ご兄弟、親御さん、子供さん、いろんな思いがあると思います。健康願望ですね。でまたはお子さんやお孫さんの成長を祈る思いというのもあると思います。私たちも今日は天国にいるゆうくんに歌声が届くように、皆さんと心を一つにして頑張って歌いたいと思います。聴いてください。願い、you
崎出身の上尾舞子さんが覚えておいていただければと思います。